私たちもう終わりにしましょう。その方がお互いのために。突然そんなことひどいよ。はい、カットカット。もっと強く言うでしょ。強く。突然の別れ話に怒りを感じたという設定ですからね。それじゃあもう一度やってみましょう。私たちもう終わりにしましょう。その方がお互いのために。突然そんなことひどいよ。はい、カット。声が大きくなっただけでまだ気持ちは入っていませんね。それじゃあ役柄を交代してやってみましょう。よーい、はい。もう終わりにしよう。え？だから俺たち終わりにしようって。突然そんなことひどいよ。はい、カット。まだ弱いですね。それじゃあ形から入ってみましょうか。机をドンと叩いてから行ってみて。ドンとですか？そう、ドンと。それじゃあやってみましょう。よーい、はい。もう終わりにしよう。え？だから俺たち終わりにしようって。突然そんなことひどいよ。はい。実際に机をドンと叩くことはないでしょうけれど、形から入るということが大事なんですね。それじゃあ次の人たちと交代して、今度は悲しみのケースでやってみましょう。私たちもう終わりにしましょう。その方がお互いのために。はい。あれ、リアクションはそれだけですか？悲しみにじっと耐える男をやってみました。なるほど、形から入ったんですね。それじゃあ拳を作ってギュッと握ってみましょうか。はい。よーい、はい。私たちもう終わりにしましょう。はい、いいですね。悲しみに耐える男に見えましたよ。それじゃあ交代して。よーい、はい。もう終わりにしよう。はい。今のは泣こうとしたんですけど涙が出なくて。それじゃあ目薬を使ってみましょうか。よーい、はい。もう終わりにしよう。形から入ることは大事ですね。誤解している人が多いんですけれど、悲しいと涙が出るのではなくて、涙が出ると悲しくなるんですね。それじゃあ最後。私たちもう終わりにしましょう。そんなテレビドラマのようなセリフ本当にあるんだな。カット。ごめんなさい。これは
はまだ難しかったですね。笑いという感情が最も高度なものですからね。動物で笑うのは人間だけと言われてますから。それじゃあシチュエーションは抜きにして笑う練習だけしてみましょう。はい、はい、こう口の端を持ち上げて笑顔を作ってみましょう。そうですね、そう。今度は声に出して笑ってみましょう。ハハ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 ハ。はい、じゃあ今日はここまでにします。お疲れ様でした。感情を出すってやってみると難しいですよね。リハビリ中の皆さんにはこのようなシンプルな感情でも大変だと思いますが、現実はもっといろんな感情が複雑に混ざり合っていますよね。リハビリを続けていくうちに皆さんもだんだんと思い出してくると思いますよ。ありがとうございました。先生、お疲れ様でした。ああ、お疲れ様。失われた感情を取り戻すってことがここまで大変だとは思わなかったな。人間は感情の動物ですものね。いい笑顔だ。感情を押し殺すのも大変だけど、感情を失うっていうのはもっと厄介だ。感情を殺しているうちに感情を失ったのかしら。そうかもしれないな。ところで今夜いつものところでいいかな。先生、そのことなんですけど、もう終わりにしたいんです。え、何を。私たちの関係。ちょっとそんな勝手な。今までありがとうございました。
ハハ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 ハ